第106回全国高校野球選手権山梨大会決勝日本航空7-1東海大甲府23日山日 YBS 球場日本航空が3年ぶりの甲子園行きを決め夢の日光ダービーに前進した東海大甲府を7対1で下し7度目の優勝だ1点リードの3回1・1・二塁中西クラゲ水木 外野手3年が食らいついてやろうと思ったと左越えスリーラン。流れをつかむと、エース左腕、高木秀人から右腕、柳沢宏樹、宏樹、共に2年、への系統で1失点でしのいだ。今春は、能登半島地震で被災し拠点を山梨に移した姉妹校、日本航空石川の選手たちを校内に迎えた。 3月2日の練習試合は4の1 2で大敗。柳沢は、石川の選手たちは甘い球を見逃さない強さがあったと糧にした。この日は石川大会で航空石川も4強に進出。ホウ圭介監督、39、は、目標は甲子園での航空対決ですと思いを馳せた。